白いですね。今日は伊那市にあります伊那ゴルファーズクラブに来ております。こちらではですね、なんとビギナーズにも大人気のコーチ、そしてですね、練習ができるゴルフ場があるんですよ。早速私も体験してみたいと思います。レッツゴー。こんにちは。よろしくお願いします。伊那インターからも結構近いんですね。15分ぐらいで来れると思います、はい。アクセスも良くて、この大自然の中のゴルフ練習場はたまりませんね。こちら今すれ違った方、結構ご年配の方と、そして小学生ぐらいの子もいらっしゃいましたが、はい、年齢層はどういった感じなんですか？下は3歳から、来場されております。3歳、はい、いやすごいですね。いや本当にもう幅広い年齢層の方に練習いただいてるんですね。こちらは営業時間はどんな感じなんですか？はい、朝9時からなりまして、11時までの営業になっております。夜は11時ですか、はい、すごい。仕事帰りにこれならちょっとゴルフ打ちっぱなし行って帰ることもできますね。そうですね。なんかこの私実は初心者なんですけれども、はい、初心者にもこう優しいレッスンとかありますかね？ちょうど今ですね、体験レッスンっていうのが開催しておりまして、もしよろしければそれを受けてはいかがでしょうか？ぜひよろしくお願いします。ではお名前の方もよろしくお願いいたします。はい、はい、では236番打席をお使いください。ありがとうございます。よし、じゃあ行ってきます。それでは伊那ゴルファーズクラブさんのビギナーズレッスンを私なるみも体験してみたいと思います。コーチの伊藤さんもお呼びします。伊藤さん、はい、よろしくお願いします。いやー素晴らしいロケーションですね。そうですね、とても山が綺麗で、とてもいい練習場だと思います、もう本当にこの中央アルプスがドドンと目に入りまして、また雪も降れば雪山が綺麗なんじゃないですか？そうですね、とても綺麗ですね。寒いですけど、もう本当に四季折々の季節を感じながら練習できる施設だなと感じましたけれども、はい、こちらそして広いですよね。そうですね、奥まで230ヤードありますので豪快なショットが楽しめると思います。豪快なショット私も楽しみたいです。それでは早速ビギナーズレッスン体験したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、この機械は何ですかね？これはですね、1球ごとに自動でボールが出てくるんですね。あの機械となります。1球ずつですか？1球ずつ出てきます。他のゴルフ場は結構カードで100球とか200球とかで決められてたりとかするんですけども、こちらはですね、1球ずつから練習可能となります。じゃあ極端な話、もう15球で帰ってもいいんですか？それも全然大丈夫です。わあ、すごいですね。あまりいないですけど、そうですね、極端すぎましたが、はい、どうやって使うんですかね？ですね、まずこちらの鍵をですね、一応こちらまず挿していただいて、はい、でこのオンっていうところに回します。そうすると球が自動的に出てきます。すごい便利ですね。でこれ例えば打ちましたらまた自動的にもう1球ボールが出てきて、こちらが2と増えましたね。そういう仕組みなんだ。で今ですね、ボールの高さがあります、はい、今こちら29となってますが、こちらを下げたり上げたり移動で一番最大45まで上がります。あ、すごい。高さも変えられるんですね。初心者の方は何センチくらいから練習するんですか？はい、ですね、アイアンでしたらまず10ぐらい、10ぐらいで僕はお勧めしてます。はい、分かりました。じゃあこの機械を使ってまずはボールを準備すると。そうです。はい、では次はどうしたらいいですか？
手はあのまず握り方からと姿勢とですね、レッスンをしていきます。よろしくお願いします。さあ準備が整いました。こちらは7と書いてありますが、そうですね、こちら7番アイアンといって、うん、あの初心者の方には7番アイアンからの練習をお勧めしてます。はい、わかりました。7番アイアンからまずはですねチャレンジしたいと思います。はい、お願いいたします。どうしたらいいですかコーチ。あ、ではまず打ってみてください。お、わかりました、はい、例えば打ち方どんな感じでもいいので、うん、うん、それじゃあ、はい、思いっきり中央アルプスめがけて打ちたいと思いますよ。よし、いきまーす。えい、おー素晴らしい。本当ですか、飛んだ、一応飛びましたが、空振りしないのも素晴らしいですね。 ありがとうございます。じゃあちょっともっとうまく飛ばせるようにコツを教えてください。わかりました。まずグリップの持ち方なんですが、はい、まず上に持ち上げてみてください。おー、はい、そうしましたらまずこの部分、ここからここまでの部分をシャフトと言うんですが、はい、シャフト、シャフト、うん、ちょっと難しい言葉出てくるんですが、まあ、軽く流しておいてください、うん、はい、はい、でシャフトとここの一番てっぺんの部分ですね、はい、ここですね、ここ塔って言うんですが、塔の一番中心、はい、中心、中心とこのシャフトがまず一直線にするように持ってみてください。はい、はい、で右手で適当にこの辺を持っていただいて、で左手まず離します。はい、ちょっと全部の指くっつけちゃってください。はい、はい、くっつけましたらこの左のこの膨らんだ部分、はい、ここを斜め上から上から押さえるようにまず、そうですね、はい、はい、で外に注意しないといけないのはこの、ね、今のこの最初に持ち上げたこの角度を変えないことですね。お、角度を変えずに、結構皆さんこう握るとこうちょっと、ね、そうですね、右側に開いてしまいがちですが、そうです、そうです、開かずにそのままの角度で上から斜めに、はい、握ると、はい、でそしたら右手離していただいて、はい、右の真ん中の2本、はい、これの第一関節、はい、第一関節をどこでもいいので引っ掛けてください、はい、でそこから下に下ろします。下ろします。お、はい、下ろしました。そうすると左の親指の側面、はい、と右の生命線、うん、これを重なるように上から見てみてください。おで、あとこの小指と人差し指が余ると思うんですが、はい、これは今あるところに自然に乗せてみてください。なんだかぴったりしっくりしっくりきますか、はい、はい、でこれで一旦下に下ろします。はい、下ろすとだいたい左向いていると思うんですよ、うん、おー、そうですね、はい、なんとなく向いてますね。そうです。で、まあ、これ後です、あの姿勢と一緒にやるんですが、はい、こう下ろした時に、うん、ど真ん中、ど真ん中になって、はい、左向いてるんですね。ではこれをまっすぐに、フェースの部分をまっすぐにするためには左股関節の前に手をずらしていただくと、おー、ボールと平行になりますね。はい、そうすると結構皆さん勘違いしてるのはグリップはね正面で握るって思われてるんですが、正解は左股関節の前で握るということですね。はい、はい、ポイントは左股関節の前。よろしくお願いします。はい、ではそれと続いて姿勢をやっていきます。はい、お願いします。でさっきまでは、棒立ちだったんですが、はい、結構ねやっぱ棒立ちはすごい楽です。楽ですね。楽な姿勢なんですけど、ゴルフの姿勢最初結構きついかもしれないです。はい、はい、で、まずですね、真正面を立っていただいて、はい、真正面を向いていただいて、はい、で姿勢をまず背筋しっかり伸ばして立ちます、はい、肩幅に足開いてください、はい、はい、これでお尻を大きく突き出します。まあ、大体45度ぐらいが目安です。45度です、はい、そうしましたら膝を今、ね、あの伸ばしてますので、はい、膝
それを膝を少し軽く曲げてください。軽く曲げます。はい。うん、ちょっとジャンプして着地した程度です。おお、分かりやすいですね。はい、このくらいかな。はい、よろしいですか。はい。で、ちょっとここでですね、姿勢を正しく、ね、はい、説明できる棒をお持ちいたします。おお、秘密兵器ですね。はい、これで結構ですね、叩く感じではないんですが。わあ、よかった。はい。長い。で、じゃあ今みたいに、はい、まっすぐして45度に立っていただいて、うん、膝を軽く曲げます、はい。はい。そうすると、ここで使います。うん。はい。腰から、お、今これ見ると、はい、頭が少し下がっちゃっているんですね。おお。これをこう、こうです。くっつけるように、うん、腰から背中、ここ全部一直線になるようにするのが、はい、これが大体45度。意外と腰にきますね、この体勢、ね、でもこの姿勢が正しいゴルフの姿勢なんですね。 すごい、ボウ君ありがとう、はい、じゃあ握り方も、うん、そうですね、はい、一番順番としては、はい、まず肩幅に、肩幅、足を広げます、うん、で、さっきらの、はい、さっきのこのグリップを作っていきます、うん、はい、はい、で姿勢を作ります、うん、で膝軽く曲げます、はい、トーンと下ろします、下ろします、はい、でさっき、はい、まあ、このグリップでやると、うんうん、真ん中に下ろしたときに左向いているので、うん、左股関節の前に、はい、持ってきます、持ってきますと、はい、いう順番で、おー、だんだん慣れてくると、うん、もうすぐにできるようになるんですね。最初はもう最初はそこから持ち上げているっていうことを心がけます。はい。よし。では早速ですがそのグリップで打ってみましょう。あ、わかりました。じゃあまず握って2本を下ろしてきて、はい、そのまま姿勢をちょっと足を曲げてストンと下ろす。はい、あ、お尻を突き出すのを忘れてました。あ、お尻忘れました、はい、お尻も突き出して、はい、そうです、こういう感じですかね、はい、で、左股関節の前に持ってくる、はい、よし、です、それでは打ちます、グッ、あちょっと右に曲がりましたね、これがね、悔しいけど元打ちたいって思うんですよ、空振りをしてないから素晴らしい、あ、本当ですか、よし、うん、さあではもう一球いきます、はい、どうぞ、はい、うん、前に飛べば、ありがとうございます、ちょっと今だとまだ下目ですね、そうですね、はい、ちょっとまだねボールの上を叩いちゃっているんですね、おで今ボールの上を叩いてるってことは、うん、ちょっと打つ瞬間に少し体がこう起き上がってしまう、あ、そうなんですね、さっきまでこう棒立ちだったので、うん、棒立ちを多分あ、まだ癖がついちゃってるのかなっていう、うん、なのでこの最初にこの構えたこの前傾姿勢を、うんうん、とにかく変えないで、うんうん、この前傾姿勢がこうなると頭が変えてしまいますので、はい、うん、それを最後まで、そうです、キープで、わかりました、はい、よし、じゃあまず肩幅に広げて、はい、で上でグリップを作って、はい、握って下ろして、そうですね、足を曲げて、お尻を出して、下ろして、はい、気持ち下がる、そうですね、はい、はい、このぐらいの姿勢で大丈夫ですかね、大丈夫です、よし、じゃあ行きます、この姿勢を変えないように聞いてみてください、はい、このままキープで、はい、あおなんか鈍い音がしましたね。まだ頭なんですね。あ、はい、もう一回行きましょう。はい、地面を擦るイメージで
地面を擦るイメージで。そこまでも最後振らなくていいので、はい、とりあえずこの姿勢のまま。姿勢のまま、わ、はい、かりました。やってみましょう。よし。この姿勢のまま。すごいいろいろ覚えるところがありますよね、ゴルフってね。もうお尻も膝も曲げて左に向けてとか。ね、よし。そうです、そうです。あー、飛んだー。すごい。すごいですね。当たりました。今だいたい60ヤードぐらい飛んだ、ね。やったー。もう本当に力がいらなくて、はい、そうですね、今までの私の姿勢よりも本当に全く軽くやったのに飛びました。はい、いやー嬉しい、さすがです伊藤コーチ、ありがとうございます。まだまだ上手くなるぞ。いやー伊藤コーチ、私も飛ばすことできました。おめでとうございます。ありがとうございます。もう本当にあのコーチのアドバイスがとても分かりやすくて、あの生命線に沿って握ってねとか本当に分かりやすかったです。そうですね、分かりやすい説明をね、あのレッスンをもっととしてますので、うん、あと笑顔にあたりにも負けません。わあ、素晴らしい、まさにその通りでございます。あの伊藤先生の、はい、はい、いつやってるんですかね。ですね、平日の月曜日から金曜日と、あと土曜日ですね、はい、定休日が日曜日となります。わかりました。予約はどのようにすればいいですかね。はい、イナゴルファーズクラブ様に直接お電話をしていただくか、あとですね、ホームページ上にあるイナゴルフアカデミーと Google で検索していただきまして、でそこにあるお問い合わせフォームから、はい、あのお問い合わせいただけたらと思います。わー、ありがとうございます。先生はこのレッスンの献立みたいな献立だって食べ物みたい聞いたところによると、打ちっぱなしのこのやり放題が、受け放題があるんですよね。はい、ですね、これが今自分の一番の売りとしてまして、うん、1ヶ月レッスン受け放題で、はい、いい、日曜日以外であれば何回受けていただいても大丈夫です。 OK、 すごいですね、受け放題、はい、っていうことは3回でも10回でも料金一緒ですよね。一緒です。わあ、じゃあこれはもうぜひたくさん通っていただいて、それと今日はなんとお得な情報もあるんですよね。はい、ですね、この動画をご覧の方に限り、うん、はい、今体験レッスン30分通常500円かかるんですが、その30分体験レッスンを無料とさせていただきます。やったー、30分無料ですよ。皆さんぜひこの動画をチェックしてこちらに遊びに来てくださいね。ということで伊藤コーチ、今日はどうもありがとうございました。ぜひ皆さんお待ちしてます。ここで皆様にお得なお知らせがございます。実はですね、私伊那市出身でございまして、伊那つながりということで、なんとこちらの伊那ゴルファーズクラブさんの SNS 大使に任命していただきました。やったー。初心者の私ではありますが、ぜひ皆様とこれからゴルフを始めようかなと思う方、一緒にゴルフやってみませんか。Facebook、そして LINE アットのお得な情報を私がお届けいたします。ちなみに LINE アットは今すぐお友達登録していただくだけで、なんと30級無料サービス行っております。どしどしお友達になってくださいね。そしてですね、